カイラコールはスロバキアのグラマーモデル。カイラコールはチェコスロバキアのプレソフで生まれた。1999年にモデルを始め、2000年3月にはペントハウスペットに選ばれ、世界中の人気成人雑誌の表紙にしばしば登場した。彼女はエロチック映画の監督、アンドリュー・ブレイクのいくつかの作品で主演した。また、 2003年8月から2004年4月まで、スロバキアで、最も成功した民間テレビ局、マーキザの、ウィークリーショー、ラスケニーのホストも務めた。コールは現在、スロバキアのサリソックミシャラニーの個人員のため、福祉活動をしている。また、ファンと交流するための自身のウェブサイトを所有し、管理している。2006年3月に、マネージャーでもある、ボーイフレンドと別れて、 以来、コールは、彼女のサイトを更新していない。彼女は、自分が良性愛者であることを公にしている。ヌードモデルとしては、彼女は、印象的な、青い瞳や輝くばかりの美少だけでなく、流行のブラジリアンワックス脱毛に反対している、ことで有名である。彼女は、現代風にファッショナブルであるより、整えてはいるが豊かである陰毛のスタイルを選んだ。ありがとうございます。